はい、ブロックワークスでございます。さあ今日もねドラクエやっていきたいと思います。ドラクエやりたくなるよ、ロープレだもんね。というわけでねやっていきたいと思います。さあ一応動画外でレベル36まで上げておりますよめっちゃ上げたでしょ。はい、というわけでやっていきたいと思います。結構上げるの苦労したんですけどね。はい、さあというわけで次のところへ行きましょう。ネット配信ではもうラスボスを、裏のラスボスを戦ってるレベルの人もいるし、まだ1週間とかも経ってないのにね、すげえなと思いますが、さあちょっと寝ていきましょう。コメントちゃんと、ブロックワークスさん、続きからです。よし、さあというわけでね次の町ユグノア城跡なんで、ここですね、左下のところですね、行きたいと思います。さあここで散々レベルを上げをしているので、もう強い敵は全くいないので、そして配信のところではなるべくねレベル上げのところは避けながら行きたいと思います。ここですね。さあ、こっから完全に初見でございます。さあ、行きましょう。どんどん行くよ。さあ、そろそろ仲間になるのかもしれませんけどね。はい。なんだなんだ。ここがあなたの故郷、ユグノア王国ね。噂では聞いてたけど、ひどいありさま。生まれた直後ってことですね。16年前、世界一の歴史を誇るユグノア王国は魔物の大軍勢に襲われ、たった一晩で滅びたそうよ。ユグノア王や王妃、そして偶然訪れていたデルカダールの王女様も魔物に殺されたと聞いているわ。それがオープニングですね。その王と王妃ってあなたのお父さんとお母さん？おそらくそうでしょうね。オープニングのあの動画の話ですね。にしても仮面舞踏会で戦ったあのじいさんと女舞踏家はどこにいるんだ？呼びつけておきながらもったいぶりやがって。かがり火が見えるわ。もしかしたらあそこにいるんじゃない？ちょっと行ってみましょうよ。かがり火？ああはいはいはい。うわー、強そうな敵がいますね。ちょっと、ん？どっち？反対。この辺になんかいるね。お？何もない。登れない。あれ？この辺なんだけどな。ああ、もしや。マジで？そんなアクションのことやらせる？ちょっと、無理だろう。ちょっと。よし。
うわ、あ、まずい、ちょっと食らうね。食らっちゃったねー。はい、さあ、なんかこの辺にピンクのマークがあるのに何もないと。そこへ飛べする？無理か。まあいいか、行きましょう。スライムこいつか。はい、お城の方につながっている。なるほど。さあ行きましょう。猫またキジトラさん、こんばんは。はい、こんばんは。さあ他のゲームやろうと思ったんですが、ダメでしたね。連チャンでドラクエになっておりますが。さあ、時間外でレベルをアップしといて、今、レベル36とかそこら辺まで上げときましたよ。多少楽なんじゃないかな、これで。ちょっとわかんないけど。はい。メタルスライムが意外と出てきたんでね、なんとかなりましたが。ちょっと下もちょっとチェックしよう。そんなに頻繁に来ることじゃない。あ、いけない。こっちも一本道。お、いた。物はないね。お主らが来るのを待っておったぞ。はい、一緒にいた姉ちゃんの姿が見えないが、じいさん一人だけか。うん、故あって姫には席を外してもらっている。それにしてもよく来てくれたの。ほう、さあ来いと言うから来てやったぜ。奪った虹色の枝を返してもらおうか。俺たちにはあの枝が必要なんだ。うん、お主たちに必要とな。それはこの者が勇者であるからかの。じいさん何者だ。16年前に死んだと思っておったぞ。だからグロッタの舞踏会で手の技を見たときは真の像が止まるかと思ったわい。年だけだね。お主にどうしても見せておきたいものがあったんじゃ。少しだけこの老人に付き合ってもらうぞ。おう、一人で行けってこと？遅い。遅えって。どうせ一本道だろう。あ、先進めるんだ。待ってなくてもいいんだね。この地は辛い思い出が多くての。おい、じいさん、あんた何者なんだよ。あの頃、わしは隠居しておっての。城下に降りては民と杯を交わし笑い合う、そんな毎日を過ごしておったのじゃ。王様ってこと？じゃが、16年前のあの日、魔物たちが全てを奪っていった。今やかつての栄華は見る影もない。たった一晩でこうなってしまったんじゃ。うん、
っと、すまんの。お主に見せたかったものは別にあるんじゃ。では、行くとしよう。おじいちゃん、このお墓は？この国のユグノアの国王夫妻の墓じゃよ。それってつまり彼の。さよう。勇者の実の両親、すなわち16年前に亡くなったわしの娘と婿殿の墓じゃよ。そういうことね。え、ということはあんたこいつのじいちゃん。娘も死に、婿殿も死に、それでもわしだけが生き残ったことには意味があると。そう思わなければあまりにも辛すぎた。だから16年間わしは追い求めたのじゃよ。なぜユグノアは滅ぶことになったのか、その原因を探るのを生きる目的としたのじゃ。そして各地を回りわしは知った。勇者伝説の信奉者であった名優デルカダール王の変身をな。16年前のあの日からデルカダール王はまるで人が変わったかのように勇者を悪魔の子と呼び非難を始めたんじゃ。デルカダール王がちょっと怪しいところですね。あまつさえ自分の娘の死まで勇者の仕業として世に広めている始末。わしには王が正気であるとは思えなかった。裏で何かが起きている。亡国の真相と盟友の変身、二つの謎を必ずや解き明かしてみせると誓ったのじゃ。じゃああのお姫様は何なんだろうね。格闘家のエレノアよ、アーウィンよ、喜べ。お前たちの息子じゃ。元気に生きておったぞ。よく戻ってきたな我が孫よ。よくぞよくぞ生きていてくれた。こうして16年ぶりに愛する孫と再会することができたんじゃ。このじいの頼みを聞いてくれんかの。ユグノア王家には代々伝えられている鎮魂の儀式があってな、非業の死を遂げたエレノアたちを共に弔ってほしい。儀式は城の裏山にある祭壇で行う。お主も祭壇まで来てくれ。なんか物がないかちょっと軽く探しましょう。ないね。あ、なんかある。ここはいけない。あ、いける。ここはいけない。
一応アイテムを探しながらどんどん前行きましょう。パッと見何もないけど、はい、さあ猫本さん結構進みました。 2D 側はあ、いるじゃん。お待ちしておりました、ロウ様。あ、逆の立場？支度は済ませてくれたようじゃな。ご苦労であった、姫よ。よくわからんな。どういう関係？あら？あなたは？皆さん下がって。鎮魂の儀式は、ユグノ王家のお二人のみで行われるので、こちらにどうぞ。あんたじいさんに姫って呼ばれてるけど、もしかしてあんたは。静かに、儀式が始まるわ。では、わしの真似をするのじゃ、よいな。人は死ねば、皆命の体重へと帰ってゆく。あの体重の葉一枚一枚が人の魂と言われておる。されど、魔物によって非業の死を遂げた者は未練を残しこの世を迷うという、そんな魂を救う儀式がこの地に伝わっておる。光輝につられて光り輝く蝶たちがやってきおった。すげえいっぱい。この蝶を人の魂と見立て命の体重へと送る。それをもって死者の慰めとするのじゃ。こんなに？エレノアはただ死んだわけではない。お主とデルカダールの王女を救うため自らおとりとなったのじゃ。かけがえのない二人の命が救われた。ありがとうな、エレノア。そういえばエレノアはお主に何か残さなかったかの。あ、手紙持ってるんだ。あの時のね、カゴに入っていたね。おお、これは。そうか、そういうことじゃったのか。この手紙があったからこそ、お主はデルカダール王のもとに。ああ、苦労をかけたな。しかしならばこそ、こうしてお主と出会うこともかなった。ひとえにエレノアの導きであろう。
しばらく一人にしてくれ。さあ、じゃあ戻りますか。猫またキジトラさん、イベントシーンなのでコメント控えてました。船手にて入れて渡ったところです。お、渡ったところですね。すごい早いじゃないですか。ところを見られたわね。エレノー様のことを思い出してたの。そう、君のお母様のことよ。その時に言った年上ってことかい。少しお話でもしましょうか。ちょっとまだ繋がってこないですね。一緒に逃げてた子ってことかな。私の母は病弱でね、私が生まれてすぐ亡くなったの。エレノア様はそんな私を気遣って絵本を読んでくれたり花摘みに誘ってくれたり、本当に優しい方だったわ。だからそのエレノア様が子供を授かったと聞いて、私心の底から嬉しかったの。自分に兄弟ができたような気がして。そう、エレノア様と最後にお会いした16年前のあの日もこんな雨だった。あれは、どうやら君たちの追手のようね。かなりの数だけど、あれだけの追手を出せるとしたら、うん、デルカダール王国、急いでみんなの元に戻りましょう。また上にいるんじゃねえか。おっと、まずこっちにもいる。階段から逃げた連中はいたか。いや、見つからん。悪魔の子はダメだ、どこにも見当たらん。くそ、逃げ足の速い連中だ。あ、悪魔の子。みんなここに悪魔の子がいるぞ。倒せるだろ、それぐらい。仲間の女がいるぞ。どうする？グレイグ将軍からは悪魔の子を捕らえよとしか言われておらん。女の方は殺してしまえ。構わん、あいつも悪魔の子の仲間だ。こんなところで終わるわけにはいかない。大変だ、グレイグ将軍を呼びに行かないと。新手を呼びに行ったようね。急いで山を降りてみんなと合流しましょう。
あえて登っていく。あ、ダメ。ちゃんとできてるね、プログラム。お、なんで馬が。そこまでだ、悪魔の声よ。デルカダールの将、グレイグ水産。デルカダールで脱獄した貴様を追い続け、グロットの町でようやく足取りをつかんだ。よくもここまで逃げ延びたものだな。あんなモンスターよりよっぽど出さそうだけど。悪魔の子は私が相手をする。その女はお前たちに任せた。行くぞ。どうした、貴様の実力はそんなものか。ここまでだな、悪魔の子よ。もう一回落ちるか。やめなさい、グレイグ。なんだと。まさかマルティナ姫なのか。ダメ、絶対に。姫様。別に気絶してたわけじゃない気もするけどな。やっぱりそうだよね、赤ちゃんの時のあの子供だったってことだよね。あー、ここへ持ってくるとうまくできている。よかった、気がついたのね。外はまだ雨よ。服も濡れているし暖を取りましょう。君を助けられてよかった。もう二度とあの日のような思いはしたくなかったから。君とデルカダールの姫を救うためエレノア様はおとりになった。ロー様は君にそうおっしゃったはず。そう、私こそがエレノア様に命を救われたデルカダール王の娘なの。そういうことね。16年前、君を抱いたエレノア様に連れられ、私はユグノア城を脱出したわ。でも魔物の集団に追い詰められ、エレノア様は私に君を預けるとおとりとなって私を逃がしてくれた。それなのに魔物に見つかり、幼く非力だった私は
逃げる途中で川に落ち、君を手放してしまった。あのあと、ロー様に助けられたのが私ではなく、せめて君であったならと何度も思ったわ。君とはぐれた後、私はロー様と共に故郷のデルカダール王国に向かったわ。お父様に助けを求めようと思ってね。でもお父様は私が死んだと決めつけ、勇者に殺されたのだと広めていた。まるで真実から人々の目を遠ざけるように。ロー様はお父様をそそのかしている者が背後にいるはずだとおっしゃっていたわ。お父様を利用しているのは誰なのか、真実を明らかにするため私とロー様は旅に出たのよ。でもまさかグレイグが来るとは。もしももう一度襲われたら、次は逃げ切れるかどうか。さあ、とりあえずはぐれちゃったよね。とりあえずユグノア城に戻りましょう。さあ、じゃあユグノアへ戻るちょっとなので戻っていきましょう。またいそうだけどな。だって今2人しかいないもんね。さあ、まあちょっとキャラは避けながら行きますよ。あのね、倒せんことはないですが。あ、なんだ、またイベント入った。まだ来た。やはりな、あのようなことで死ぬとは思わなかったぞ、悪魔の子よ。グレイグ、あの忌まわしき日より16年、姫様ご健在なりしはこのグレイグ妨害の喜び。しかし何故悪魔の子をかばい立てなさるのです。姫様であっても使命を邪魔なさるなら切らねばなりません。グレイグ将軍、あなたの立場はわかります。ですが私たちにもやるべきことがある。どうか私たちを見逃してはくれませんか。姫様、我が主君はデルカダール王のみ、主君の命令が何よりも優先されるのです。そう、相変わらずね、グレイグ、あなたの忠誠心の強さは誰よりも知ってるわ。きっと話しても分かってくれないわね。それなら、驚きました。なかなかのお手前ですぞ。16年前はただのおてんば姫であられた。相当な修羅場をくぐり抜けたようですな。ふざけないで、戦いの最中に相手を褒めるなんて余裕のつもり。一応年上になるんだよね。姫様こそ私を甘く見ておられますぞ。悪魔の子をかばいながら戦うなど少子千万、それで私の剣を裁けると思いか。やっ、クレイグ、姫様、今ならっ、
に気をつけて。ファイヤー。マルテナ姫、あなたは一体。ちょっとグレイグはちょっと堅物感がありますね。ん？ここに来たのね。目の前にいるね。二人とも。ロー様、ご心配をおかけしました。グレイグの襲撃を受けましたが、なんとか逃げ切ることができました。追ってはやはり奴じゃったか。グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃな。やはり今のデルカダール王国には魔物がはびこっておると見て間違いないだろう。まあ、そうなるよ。はるか昔、栄華を誇ったとある王国は魔物が化けた関心によって滅ぼされたという。その魔物の名はウルノーガ。わしらは長い旅の末、やっとその名前にたどり着いた。そやつこそ遥か昔より暗躍し続ける邪悪の化身によ。おそらく今のデルカダールもその魔物が牛耳っておるのじゃろう。良いか、この世に生きる全ての者たちのためにお主はウルノーガと戦わなければならぬ。邪神なきこの時代に勇者としてお主が生まれたのはそのために違いない。だがウルノーガは未知にして強大、闇の力をまとった恐ろしい奴じゃ。無策で奴に立ち向かうことはできまい。闇の力、私聞いたことがあります。命の大樹には闇の力を払う何かが眠っていると。やはりお姉様、勇者様を連れ命の大樹に行かなくては。この枝を持て。この虹色の枝はかつて命の大樹の一部であったもの。勇者の力を持つお主ならば、大樹への道のりについて何かを知り得るやもしれぬ。どうだ、何か見えないか。何も見えないって、その枝偽物。まさかあの情報屋にガセネタ捕まされたってこと。ここまで引っ張っといてありえないわ。まあ仕方あるまい。これからはわしと姫も同行し、命の大樹への生き方を見つけるとしよう。よろしく頼むぞ。二人来た。さあ一気に7人ですよ。さあメンツはこれでいいのかっていうのもあるけどね。トップ4をとりあえずどうするんだ。なんかざっくりあれだね、投げられちゃったね。どうするかな。とりあえず右下のパルデルフォン地方のとこ行ってみますか。ざっくり投げられちゃったね。あ、でも進む。なんか、おい、枝が、お、大きかった。
オーブか。ここでオーブが出てくるんだ。ちょっと何を今の。私にも見えたわよ。天空に佇む祭壇、あと6つのオーブも見えたわね。うん。あ、お姉様、もしあの祭壇に6つのオーブを捧げれば命の大樹への道が開かれるということでは。すげえ、大樹への生き方が分かっちまった。これが虹色の枝の力か。ここまで探し求めてきた甲斐があったぜ。間違ってないのかね、そこは。今見たオーブってこいつのことだよな。デルカダール城から盗んできたこいつにそんな意味があったとはな。あと5つ、結構あるよ。俺には俺の使い道があったんだが、そういう話ならこれはお前にやるよ。大事に使ってくれよな。ほほう、二つある。ロウ様、売らなくて正解でしたね。仮面舞踏会でもらったそのオーブ。危うく真の価値も分からず、ロギンに変えるとこじゃったわい。さあ、受け取るがいい。二つ。あと4つ。祭壇のあった場所は、命の大樹の真下。おそらく、始祖の森と呼ばれる秘境じゃろう。はいはい。道は決まったな。残り4つのオーブを集め、始祖の森にある祭壇に捧げるのじゃ。なるほど。残り4つのオーブ。でも一体どこから探せば。オーブといえば、子供の頃海底に沈んだオーブがあるって聞いたけど、そんなの雲をつかむような話だしね。あそこにあったじゃん、なんか怪しいところ。とにかく今手がかりがない。世界中くまなく回って情報を集めるほかなさそうだな。世界中をくまなく回るには、まずソルティコの町にある水門を抜け、外界へと出るのがいいじゃろう。ソルティコはダーハルーネの町から船で北西へ進めばたどり着けるはずじゃ。ダーハルーネから北西ね。ソルティコの町にはジエーゴという知り合いの領主がおる。わしが頼めば心よく水門を開けてくれるじゃろうって。よし、それではオーブ探しの旅に出るぞ。ウルノーガを倒すため6つのオーブを手に入れ、命の大樹への道を開くのじゃ。さあ、じゃあ行きますか。ちょっと気が遠い感じになってきましたが、とりあえずダールハーネどこだったっけね。とりあえずあの右下のパルデルフォン地方行きましょう。あ、馬で行けよったかな。まあいいか、ここら辺だね。行けるようになってないかな。多分ここ行ったら近道になると思うんですよね、船までの。だからそういう意味ではやっぱうまく一本道ができているというか、多分行けるようになってると思う。あ、行けるね、やっぱり。え、行けない？よし。はいはいはい。
間かかったらしょうがないんで、どんどんこうやってやるとこれだけで経験値もらえるんですよね。お金はもらえないけど経験値はもらえるんで。猫またキジトラさん、ルーラで飛んでもいいかと。あ、そうっすねついこれで言ってましたけど、まあせっかくなんで直線距離できます。結構あるか距離が。はい、その出し距離じゃないんで。さあ、どっかの北西って言ってましたね。地図のとこに書いてくれたらまだ楽いいっすね。ダーハルーネ、ちょっと待ってよ。ダーハルーネがどっかわからん。ダーハルーネ、これの北西か。ああ、はいはいはい、あそこね。はいはいはい、あ、ちょちょちょ、下へ行って右と行きましょう。びっくりした。そう、海、船をもらって一気に行く場所が広がったと思ったらね、意外と全部行けないようになってるんですよね参りましょう。そら、さあ他の2人はどう使っていくのがいいのか。来やがれ。さあ、よっぽどレベルが上がってるんでね。さあやっていきましょう。新しい町、とりあえず、ソルティコへ行きたいんだよね。左も行ってみたいが行けない。左はねこっちですね。なるべく敵は逃げていきます。なるべく敵は配信外でね。これかな。お、スライムいるね。さあ、まだここも一筋縄ではいけなさそうですが、カジノ、花つぶしてくるわ。あっちに綺麗な花畑があったのよ。町の外で待ってるから終わったら呼んでね。なんかあるね。一体どうしたのかしら、シルビアさんたら急に。ディエゴ殿はこの町で一番大きな屋敷にいるぞ。では行くとしよう。そうそう、
わしがユグノアの前王であることはジエゴ殿には伏せてあるんじゃ。バレると何かと面倒じゃからの。ここでは旅人の老としておる。そんなわけでそのように話を合わせてくれ。よろしく頼むぞい。さあ、とりあえず武器を取りに行きたいですよね。武器を取りに行きたいので、金を、もういつ戦闘が始まってもおかしくないんでね、ここまで来ると。さあ、2万3000ありますよどんだけ集めてんだよっていう話でね。さあ、そして武器屋に行きましょう。7人を使い分けていくことになるので、なるべく全員にいい武器を。はい、うん、一個一個見ていきましょう。イーグルダガー、わあ、どうなんだろうね。でも攻撃力こっちの上だもんな。このままでいいわ。これ買ってきましょうか。はい、さあ、他が装備できるものはマルキナ、全然装備できるものないね。あ、でもこっちの方が強い。え、あー、やらかしちゃったかな。まあいいや、これをもう一回ベロニカに変えて、107の110ならあんま変わらんね。いいか。でこれは減ってっちゃうし、とりあえずこれでいいか。はい、さあ、みんな両手武器を持っているので、ちょっと待って、高いのこれ見ていこう。三河志山大体来ている。2しか上がらんなら、まあそんまでいいかなって感じですね。鋼の盾は装備ができないんだよね、両手武器なので。シルビアに持たせたいが、両手武器だよね。そうだよな。はい、こんなもんでしょうかね。さあ、じゃあ行きましょう。お待たせしました。お金預けていきます。大して買うもんがなかったね。よし、よし、お待たせしました。とりあえず左に誰かいるね。ん、
まあ、これってことでしょうね、おそらく。保存しときゃあったな。まあいいか。これはこれは、ロウ様、お久しゅうございますな。今日はお連れの方もお見えで。セザール殿もお元気そうで何よりじゃ。ところでジエゴ殿に用があるんじゃが、おるかの。あいにくですが、ご主人様はデルカダール城に剣術の講義に出向いておりまして、しばらくご不在です。あら、それは残念じゃの。各地の歴史や文化について久しぶりにまた語り合いたかったんじゃがな。ロウ様の見識の広さにご主人様は感銘を受けておられました。ロウ様と会える日を楽しみにしておられましたよ。では話はまた次の機会にするとして、ジエゴ殿がいないのであれば代わりにセザール殿に頼むとしや。実はさらなる見聞を広めるために外界に出ようと思っておってな。水門を開けてほしいんじゃが、頼めるかの。もちろんでございます。他ならぬロウ様の頼みを断っては私がご主人様に怒られてしまいますよ。それでは私が水門を開けておきますので、皆様は船に乗って水門の前で待っていてくださいまし。かたじけないのセザール殿、ジエゴ殿にもよろしく伝えてくだされ。さあ、じゃあ行きますか。こんな何もなく行っちゃっていいのかな。ほんと通り道だけになっちゃってるけど、なんか忘れ物はないっすもんね。カジノはまあいいとして、行きましょう。お、どうだと思った。保存してないのが気になるが、まあいいでしょう。こっちか、間違えた。さあ、こっからじゃあどこで行くんだって話だよね。ここですね。みんな乗ってるんだろうか。特にトラブルもなく開けてもらった。助かりますね。おお、見ろ、セザール殿じゃ。みんなで礼を言うとしよう。ん？みたいな。おや、あの方は。やっぱりなんかあるんだな。ここの元王子とかそんな感じ。はい。さあ、外へ出れたのはいいが、
びっくりした。どこ行きゃいいよこれ。とりあえずいろんなところに降りて足跡つけ、あまあ行くことは決まってんだろうな。迷わない、やっぱしてあるよ。もう何なのこの霧、何にも見えやしない。シルビア、どうした？わからないわ、急に霧が出てきたの。気味が悪い、全速力で抜けるわよ。おお、光じゃ、霧が晴れるぞ。ここは一体？え？またぶっ飛んだ。降りてるよ。まあ、行くとこをはっきりしてるのが分かりやすくていいね。不思議なところ、まるで幻のようだわ。お姉さん、人の顔を見てため息なんて失礼よ。人形。あなた、まさか人形？あら、あなたは叫ばないのね。私を捕まえようとしないし、珍しい人、機内と一緒ね。驚かせてごめんなさい。私はロミア、機内が来てくれたのかと思ってつい飛び出してしまったの。うわあ、びっくり。人魚って本当にいたのね。あと、それはまあ置いといて、機内って一体誰のこと？機内はナギムナー村に住む人間の漁師。私はこの入り江で彼を待っているの。私たち結婚の約束をしたんです。結婚？人間と人魚が？そんな話聞いたことないわ。そうね、私も最初はそんな約束叶いこないと思ってた。私たち人魚には掟があるから。陸に上がった人魚は再び海に戻るとき泡となり消える。私たち人魚は海を離れて生きられない。でもそれを知った機内はね、私のために海底で暮らすと言ってくれたの。海底王国の女王様も許してくださったわ。また怪しいね。なんだか夢みたいなお話、素敵ね、ロミア。でも機内が来ないの。一緒に海底王国へ行こうってこの入り江で待ち合わせをしたのに、機内が約束を破るなんて一度もなかった。彼の身に何かあったのかも。そう考えると夜も眠れなくて。あの、失礼を承知でお願いがあります。来たか、やはり。機内の様子を見てきていただけませんか？私にできることなら何でもします。人魚の住む海底王国か。ロミア、あ
頼みを聞いてあげるから、なんとかして私たちを海底王国に連れて行ってくれない？はい、お安い御用です。あなた方の船を人魚に伝わる秘宝で海に潜れるようにして差し上げます。おお。海底王国に行けば海底に沈んだオーブの手がかりが得られるかもしれないわ。なるほどね。ロミアの頼みを聞いてあげましょう。ありがとうございます。機内の住んでいるナギムナー村は遥か東のホムスビ山地の海岸にあります。ホムスビ山地ね。迷わないようあなたの地図に印をつけておきました。どうか機内を見つけ出してくださいね。荒波のように男らしく、潮風のように爽やかで、海のようにおおらかな漁師が機内です。これは怪しい。いやだ、私ったら。機内には言わないでくださいね。戻ってこれるのかね、ここに一回出て俺らが。ルーラーでいけるのかな。あ、そういう感じね。じゃあ行きますか。まだわからんのか。うわ、どうするかな。こっち、ここらへんかな。さすがに360度つながってるよね。それを信じていきますか。お、つながってます。じゃあ大丈夫そうっすね。もうちょい。まだか。さすがにレベル36までいくと敵が強くないね。大丈夫これ、いける？不安になってくるね。よし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 、来た来た来た。下ですね、こっちですね。地味に勝てんだな。よし、強い。さあ、俺の予感としてはその相手がちょっとやっぱり行くの嫌になっちゃったとか、そんなんなんじゃないかという気がしておりますが。
ここがナギムナー村ね。ロミアに聞いた話によると世界一の真珠が取れるって有名だそうよ。素敵。青い海、白い砂浜、きらめく真珠と屈強な海の男たち、まさに地上の楽園ね。って、なんだか活気がないわね。屈強な海の男だ。なんか訳ありみたいだな、この村は。まあいい、厄介事はごめんだ。とりあえず機内とやらを探そうぜ。教会か、遠いな。一応ちょっと防具だけ見に行きましょう。ここか。あ、ダメだ、金がない。あ、ちょちょちょ、あ、あるね、お金が。一応お金を下ろして、ちょっと防具と武器見、一応見ときましょう。あれどこだっけ、ここか。お、ちょっと強そうなのがありますね。でも盾はあんま使ってないんだよね。ちょっとしか上がらねえな。2だったらまあ買わんでいいやってなっちゃうね。3とかさ、いらない。武器屋も行きましょう。武器屋隣。ん？ここだね。よいしょ。おお。強いよね、確かに。でも今ステッキだもんな。まさかの。再攻撃か。ちょっとこれやめとくかな。あ、2つあるんだ。いいよ。はい。イーグルダガーも気になるけどね。
まあお金は貯めればいいんで、ケチケチせずに楽に行ける方を選びましょう。さあお金預けていきます。あ、右か。右じゃ、左っていうか、こっちか。よし、弁当。呪いのお話。この世で最も美しく最も恐ろしい生き物の物語じゃ。あら、これもしや人魚がっていうパターンか。昔々この村に大変腕のいい漁師がおりました。漁師は村の誰より真珠をたくさん取りました。村長さんは漁師を痛く気に入って自慢の一人娘と婚約させました。娘は漁師が大好きだったのです。村長さんはこれで一安心。漁師と自慢の娘が村を豊かにしてくれる、そう信じておりました。うん。しかし突然平和な日々は消え去りました。悪魔のような大嵐が漁師を襲い、真珠と共に海に放り出されてしまったのです。漁師は真っ暗な海に沈んでいきます。光る真珠が蛍のように見えました。漁師が死を覚悟したその時です。漁師の前に現れたのは、それはそれは美しい人魚でした。人魚は漁師の耳元でこう言いました。生きたいならば魂をくれ。それから何日が過ぎたでしょう。村人は漁師がもう死んだものと小さなお葬式を出してやりました。その時驚くべきことが起こりました。死んだと思われていた漁師がひょっこり帰ってきたのです。うん。いいなずけは大層喜んで漁師を看病してあげました。しかし漁師はまるで別人のようでした。日がない一日ぼーっと海を眺めて、俺は人魚と結婚するんだと言うばかり。ついには許嫁を捨てて海に出るぞと暴れるようになる始末。村長さんはカンカンに怒りました。村長さんは漁師を引っ捕らえると
二度と海に出られないよう船を燃やしてしまいました。こうして人魚に魂を食われた漁師は暗く寂しい志々島ヶ浜に閉じ込められてしまったのです。さあ今日はここまで、続きはまた今度じゃ。人魚怖え、逃げろ。おや、旅人さんですかい。こんな老いぼれに何かご用ですかな。おばあちゃん、私たち漁師の機内を探しているの。この村にいるって聞いたんだけど。おや、まあ珍しいことじゃ。あんた方はあの子のお友達かい。機内は私の息子だよ。あの子なら今頃西の海ですじゃ。この村を襲った化け物イカ退治に村の男衆と船を出しております。西の海、はい、あんた方機内に用があるのなら化け物イカを倒す手伝いをしてくだされ。奴が沈まれば村の男衆も戻るじゃろ。なるほど、さっきのけだな。しかし気をつけるのじゃぞ旅人さん。海で最も恐れるべきものは人々を惑わす人魚ですからの。西に向かって船を出した。さあ、お、はい、さあというわけで西の海に行きますよ。つい長く続けてしまいますが、明日はちょっと用事があるんですよね。あれ、船どっから乗れるんだ。あれ、船どっから乗ったっけ。あっちか、こっちか、あ、こっちか。余計な人の話は聞かないので結構サク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 と進んでおりますよ。よいしょ。そこね。間違えた間違えた。ちょっと。これかな、これかな。ビッグシャー、普通の敵かい。それそれ、うん、そうみたいですね。倒しに来た船団ね。乗組員の中に機内がいるはずだわ。ねえあなたたち、そっちに機内って人いる？あら、あの人たちなんか言ってるわ。
遠くてよく見えないけど、うずら？おお。出た。大丈夫か？おい、嘘だろ？戦うのかい？マジっすか。いきなりだったね。頑張るわ。ちょっと命令させろにして、やるぞ。連携、何？頑張ってください。誰？カミュか。あんまりいいのがないんだよな。右足左足、右から足を集中していこう。はい、右足を集中していきます。連携、メラハリケーン、まあ、とりあえず使えるのどんどん使っちゃおう。右足、まず足を取っていく。くらいなさい。タコ痛い。連携、ゴークラ、これ効かなさそうだね。呪文、バギリー、今度は左足を取っていく。こいつだ。どうだ。はい、取った。あまり強くないな。さあ、行きなさい。おい。普通に戦った方がいいのかな。ちょっと一回普通に戦ってみましょう。100は取ってる。竜よ、止め。怖えな。当たらないでしょこれ。あ、当たる当たる。どんどん使う。こいつだ。どうだ。負けたくないんでね。さあ、さあ、行きなさい。痛い。頑張りましょう。ありがとう。死んだ。お楽しみいただけたかしら。あっさり。やったぜ。レベルも上がっていく。やべえ、後発の2人がちょっとレベル低いな。はい、グッバイよ、暴れん坊さん。いや、どこの誰かわからんが助かった。海に落ちた村の衆もみんな無事さ。あんたらのおかげさ、ありがとうね。礼と言っちゃなんだがね、
今夜は村で化け物イカの討伐祝賀会をするさ。ぜひ参加してほしいさ。村の女たちが運命ごちそうをたーっとこさえて待ってるさ。さあさ、一緒に村へ帰るさ。キアル、キアルだった気か。その話は出てこないですね。さあ、イカが全然強くなかった。さあ、じゃあ行きましょうか。そこか。そこにいるんだね、多分。おっと、イベント始まっていく。ねえ、機内を探すのでしょ。私も手伝うわ。あら、ベロニカじゃない。そんなところで何してるの。宴会の席に子供はいちゃダメだって、そこまに入れてくれないのよ。どいつもこいつも頭が固いんだから。二人とも機内を探すんでしょ。私暇してるの。一緒に行くわ。さあ、まあ行くとこは、桟橋、どっかにそれっぽいのが、あ、ん？あれか。よっ。はい。なんで顔隠してんだろう。すまないが、全く身に覚えがない話だ。あら、渡ってくれ。しらばっくれるんじゃないわよ。ナギムナー村の機内って言えばあんたしかいないじゃん。まさか今さら人魚との結婚が嫌になったとか遊戯じゃないでしょうね。おい、お嬢ちゃん、この村では人魚人魚と気安く言わん方がいい。あんたらが探している機内ってのは俺の祖父、機内ユキのことだ。あんたらは人魚の呪いを知ってるか。知らない。この村に残る伝承だ。村一番の漁師と言われた男が人魚に魂を食われ人が変わってしまった。いいなずけを捨て人魚と結婚しようとした漁師は村長の怒りに触れ村の外れの千島ヶ浜に幽閉された。その話ならあんたのお母さんに聞いたわ。でもあんな作り話今は関係ないでしょ。ロミアはあんたを待ってるの。その作り話に出てくる村一番の漁師が俺の祖父機内ユキのことだと言ったら、え、あの話はな、50年ほど前にこの村で実際に起きたことだ。うん、教えてやる。あの話の続きを。漁師が村を追われて10年も経った頃だ。祖父の言い名付けだった女ダナトラは別の男と結婚し子供を授かった。うん、人魚の呪いも祖父のことも人々の記憶から薄れていった。そんなある日のことだ。村の漁船が大嵐に巻き込まれた。祖父の時と同じ、いやそれ以上のひどい嵐だったと聞く。まさか。その大嵐でたまたま船に乗り合わせていた村長とダナトラの夫が死んだんだ。
それから後を追うようにダナトラとその子供も行方不明になった。村人たちは噂した。機内行きを手に入れられなかった人魚の呪いに違いないと。村人たちは機内を問いただそうと手に手に松明を取り、シジマヶ浜の小屋に押しかけた。その時彼らが見たのは信じられない光景だった。一人でいるはずの祖父がずぶ濡れの赤ん坊を抱えてぼーっと立っていたらしい。なんで肌青いの？村人たちはその赤ん坊を人魚の子だと恐れ、一層祖父を避けて暮らすようになったというわけだ。お母さん人魚の子なの？それならあんたも人魚の。バカを言うな。俺の母は人間だ。海辺に捨てられていた赤ん坊を祖父が引き取って育てたんだ。人魚の子などとバカらしい。村の奴らが好き勝手に噂しているだけだ。いい機会だ。人魚が祖父を待っているというのなら、そいつに渡してほしいものがある。村の反対側にある志島ヶ浜に来てくれ。教会の裏の扉を通ればすぐに着く。扉の鍵は開けておくからな。うん、じゃあいないって感じにするのかな。教会。のんきだぜ。このベールは俺の祖父が残したものだ。母が言うには祖父が死のとこで握りしめていたものらしい。俺はどうしても捨てられなかった。あんたの話が本当ならその人魚に渡して機内ユキは死んだと伝えてくれ。うん、約束のベール。これで本物だと。さっきは取り乱してすまなかった。俺たち家族がこの村で暮らしていくのは楽なことじゃない。俺の母は祖父が死んでからやっと村の男と結婚できた。後ろ指さすやつもいたろうに、今じゃそれをネタに紙芝居なんて読んで小遣い稼ぎをしてるんだ。強い人だろ。俺は人魚が憎い。俺の子孫にはもう人魚の呪いで蔑まれるような人生を送ってほしくはない。ようやく俺も船に乗れるようになったんだ。悪いがこれ以上過去の呪いを蒸し返さないでくれ。
さあ、じゃあ戻りますか。こういう隅の方に何かあったりするんだよね、ほらね。さあ、じゃあ行きましょうか。サンゴのところにね。ああ、間違えた。ルーラーでいけるか？ルーラーで行って船は来るんだろうか？ちょっとね、行けますね。行っちゃうか。船ついてくるか微妙だけど、最後ここに戻ってくればいいでしょう。多分みんな来てると思うけどな。あ、来てるね。あとぐらい、その前に、あ、その光るものを取っていきましょう。よし、あとはないね。嘘をつきますか、つかない。厄介だなぁ。まあ、しゃあないでしょう。行くしかないでしょう。あそこの宝箱を取っていきます。さあ、他にないね。ここもう来ることなさそう。ルーラーでいきましょう。こっちですね。なに？ちょ、マジかよ。あ、一気に行ってくれる。あ、シジグマが、あ、そっち側にね。考えてある。本当に大変ですよ。ここにはいないだろう。こっちじゃねえのか。いやー、呪いだっつってんのに合うかね。微妙ですよ。ちょっと保存してみましょう。
さあ、じゃあ機内の家行きましょう。ここからジャンプしていけない？いけないのか。回っていきますか。さあさあさあ、まっすぐ行って右行ってここか、この家か。どういうオチになってくんだろうが、うわ見せるなみたいな話になると思うんだけど、ちょっとオチが読めてこないですね。呪いをなんか見せんじゃねえって多分言いそうですけど、こんなところに連れてきて一体何だってんだ。あ、機内、機内なの。ああ、俺が機内だが。そんな人魚、本物なのか。あなた機内じゃないわ。だから言ってんじゃん。あんたが探してるのは俺の祖父だ。あの人はもういない。ここで死んだ。機内はこんな寂しいところで一人ぼっちで死んでいった。人魚は500年の時を生きる。人間の一生は私たち人魚にとって一瞬であることを忘れていたわ。あれからそんなにも時が過ぎていたのね。私のわがままに付き合ってくださって本当にありがとう。お礼の品は白の入り江に置いてきました。直接渡せなくてごめんなさいね。私もう行くわ。ああ、そういうこと。ずっと待っていたわ。あれ戻ると、機内と同じ手をしているのね。
陸に上がった人魚は泡となり消える。それが人魚の掟。最後に、ああこれあれだな、機内と会えてよかった。俺がって言い出しそうだ。もし私が人間だったなら、機内と共に生きられたのかしら。さようなら。あの姿、どこかで見たことがある。あれは確か祖父の小屋に。そういう感じの。まんまやん。これは手紙？祖父の手紙だ。愛する人へ。君に助けられたあの嵐の日から、君を迎えに行くことだけを支えに生きてきた。それももう終わりにしようと思う。すまない、俺は約束を守れそうにない。あれは俺が村を追われて数年後のことだ。ひどい大嵐でたくさんの人が死んだ。村長とダナトラの夫も犠牲になった。その数日後、シジマガ浜の崖の上に赤ん坊を抱いて立っている女がいたんだ。その女はかつての言い名付けダナトラだった。何？ダナトラは生きる希望を失っていた。大きな悲しみを抱えた彼女に俺の声は届かなかった。彼女は俺の目の前で海に飛び込んだんだ。俺は二人とも助けようとした。だが救えたのは赤ん坊だけだ。来ない？本当にもういいのね？ああ、ロミアのおかげだ。もうすっかり元気だよ。ん？機内、私はいつまでもここであなたを待ってるわ。この子には俺が必要だ。すまない、ロミア。俺は俺だけ幸せになるなんてできない。
人魚の呪いの言い伝えは、俺のように愚かな人間が二度と出ることのないよう戒めとして村に残した。君の仲間を貶めるような皆の言葉を許してほしい。君はまだあの入江で俺を待っているのだろうか。俺はもう君を迎えに行く資格がない。だがこれだけは信じてほしい。君を愛している。今までの無礼を許してくれ。ロミアに会わせてくれてありがとう。今ならじいさんの気持ちがわかる。恋をしてしまいそうだった。さあ、じゃあ一応話は一通り終わりってことなんでしょうね。あんまなんかある。最後の今の子があれがちょっとピンとこないですけどね。まあいいでしょう。まあちょっと切ない感じのストーリーでしたね。さあ、というわけでじゃあ海の中へ行けるってことなので海の中へ行きましょう。置いてったって言ってたね。マーメイドハープ、ソルッチャ・ウンガウの毛、内海の中心にそびえる光の柱でハーブを使ってください。さあ、ちょっと悲しいお話っていうか切ないお話でしたね。じゃあちょっと海の中まで行ってみましょうか。多分、あ、そうだよね、やっぱそこだってことだよね。ルーラーで行けんのかな。ルーラーで行けるなら行っちゃいます。いけない。近いところ行きたいが、ここ行きましょう。船は来てくれるよね。ん？ここですね。
ができる感じなんだ。おお、虹色の枝が強く光り出した。どうやら近くにオーブがあるようだ。これ何よ。こういう感じで海ですか。なるほどね、不思議な感じ。男は足があるんだね。女しかいないのかな。はい、まるで天国じゃの。いや、長生きはしてみるもんじゃ。海の中だってのに息ができるぜ。これも人魚の不思議な力ってやつか。おかげで海底に沈んだっていうオーブの話が本当かどうか確かめられそうだな。オーブのこともあるけれど、まずは海底王国の女王様に会いましょう。ロミアのことを伝えなければ。さあ、どっちで伝えるって選択肢が多分出ますよね、これね。どっちで伝えるべきか。なんだこいつ。ああ、魚人になるんだね。こいつとこ人魚が結婚するんだね。変な感じ。これ女？ああ。武器屋も一応あるのか。ん？ちょっと武器見てみましょう。え？ははっ！マジっすか。マジっすか。とりあえず預けておきましょうか。まさかそんなオチだとはな。あれ？そうですね。ちょっと保存しましょう。女は人間スタイルなのに男は魚人って感じなんですね。変な感じですが、この人？はい、行きます。あ、こういう感じで。はい、これどうしよう。どっち選択肢で選ぼう。お待ちしておりました。ようこそ海底王国ムーレアへ。私は人魚の女王セレン。なんだと。女王さん、あんたなぜ俺たちのことを知っているんだ。私はちょっとした魔法が使えるのです。地上のすべてを知っていますわ。さあ、難しいお話は後にしましょう。早速ですが、あなたがお探しなのはこれでしょう。人間の世界のものは本当に美しい。海底には届かない日の光を閉じ込めたよう。ロミアのことではお世話になりました。あら、これはお礼です。さあ、あなた方にお返ししましょう。さらっと。
私は見ていました。ロミアとキナイのこと。丘に上がった人魚は泡となり消える。この掟を超え愛し合おうとしたのは彼らが初めてではないのです。人間と人魚は共に生きる道を何度も探してきました。けれどそれは叶うことのない夢。私たち人魚から見れば力も体も弱く未熟な心を持ったあなた方人間はとても危うい。しかし瞬きのような一生の中で何かを求め力強く生きる姿はひときわ輝いて見えるのもまた事実。人間が海底に憧れるのと同じように私たち人魚も地上に暮らすあなた方に惹かれてやまないのです。機内とロミア巡り回る命の大樹の意志のもと二人が再び出会うことを祈りましょう。そして今私とあなたが出会ったのも大いなる世界のご意志でしょう。我らが勇者よ、時の流れに身を委ねなさい。大樹がそれを望むのならば私たちはきっとまた巡り合う。全ては大樹の導きのもとに。はい、軽いな重い言葉と裏腹に言葉が軽い。さあ、なんか変えるのかと思ったんですが変えなさそうですね。ちょっと軽く探索しましょうか。なんかあるだろう。何もないか。やっぱあった。ドラクエ後ろ隠すの好きだからね。小さなメダル。ダールハーネ。いたっけね、そんなの。さあ、とりあえずクエストは受けていくが、武器買えないかな。人間じゃあこうちょっと買えないとこなんだね今ね。さあ他に行くところは特にはないか。じゃあ戻りますか。また来ることもありそうですがとりあえずは。はい、さあ切りがいいので今日はこの辺にしときましょうかね。暗くて見づれない。ここへ止まって今日は終わりにしましょう。
さあ一連のところが終わってしまって、じゃあ次どこ行くんだって話ですが、またちょっとそこは探していきましょう。さあ保存する場所がないぞ。ん、はい、さあというわけでね、今日のところは終わりたいと思います。またちょっとね暇があったらレベル上げをしておきたいと思います。はい、じゃあというわけでね、今日のところはこれで。はい、猫又さんすいませんね、長い間ねいつもありがとうございます。じゃあ今日のところは終わりたいと思います。さあありがとうございました。